本当は書くべきじゃないのかもしれんが、久々にたまらない思いになった。一応、医者の端くれとして働いている。こういうなりわいだから、人の最後に接するのは少なくない。ちょっと前、診察に訪れた若者に余命宣告をしたばっかりだ。俺、誠に申し上げにくいのですが。男、はい。俺、肺がんです。しかもだいぶ進んでいます。はっきり言います。1年持つかどうかです。男、が、俺、男、がん、なんちって。俺、結構余裕ですね。男、ええ、まあ。聞けば、酒もタバコもやらないというのに、なんとも不憫な巡り合わせであった。ただ、衝撃的な事実を告げられても、この年でこれほど冷静なのにも驚いた。男、ああ、参ったな。俺、男、入院とか治療の開始とか、すぐ始めないといけませんかね。俺、ええ、それはもう。すぐにでも取り掛からないと。男、一ヶ月待っていただけないですか？俺、何かあるのですか？男、母親が、来月楽しみにしていた旅行があるんです。俺がこんなんだって知ったら、とても安心していけないでしょうし。俺、そうですか。ですが猶予もそうないのが現状です。男、ですよね。参ったな。そういや、再来月は父親の誕生日なんですよ。俺、男、参ったな、ほんと、参った、時間全然足りないですよ。まだ、親孝行してないんですよ。だんだんと声が震えてくる。男、両親に、いつか生でオーロラ見せてやるって約束したんですよ。このまんまじゃ、孝行どころか、最悪の親不孝者じゃないですか。他にも、兄弟にああしてやりたかった、友人にこうしてやりたかった、職場で迷惑かける。など、自分の身の上よりも、あくまで、周囲への迷惑が申し訳ないと悔やんでいた。最後の方は泣き崩れてしまった。こんな状況で、すら、他人のことばかり考えられるような若者が、どうして？どれだけ体験したって、決してなれるもんじゃない。そして、こんな若者一人救えない俺の不甲斐なさに、一緒に泣いてしまった。社宅住みなんだけど、ちょっとお堅い仕事で。旦那の地位、奥の地位もしくは、長く住んでいる偉いという今時。というカーストの残るうちの社宅。そこのボスママが、基地で、社宅以外でも、有名な痛い人。ちなみに、この社宅ができた頃から住んでいるという長子さん。この吉ママには、様々な伝説があり、それは割愛するけど、そういうわけで社宅以外でも、有名な痛い人。なので、取り巻き以外は、ぬるーくスルーして関わらないようにしてたんだが、今日いきなりやられましたよ。駐車場で遭遇しぬるーく、会釈して通り過ぎようとしたとき、私の買ってきたばかりの有名ブランドの化粧品のショップバッグが、基地の金銭に触れたらしい。そんなブランドを使えるほどの顔か。そのブランドを使うのはまだ早い。若いうちから、高級なものを使うと浪費癖がつくから良くない。旦那の給料を守る身分で、そんなものを買うのは、ずうずうしい。だからふさわしい私が、使い、てあげるから、という見事なテンプレ斜め上理論。ロムで常駐していたとはいえ、いざ、基地を目の前にすると、正しい対応は、できないもので。袋を奪われそうになるのをつかみながら、それは困りますとしか言えずに情けない。と、そこへ現れたのが最近入ってきた、社宅最年少妻。最年少妻、何これ、どういう状況なんですか？基地、この子が、分不相応なものを使って、社会の道に外れるのを正しているのよ。これは、この子のため、そして旦那のためなのよ。ようやく、最年少妻、ええ。それで、私さんから泥棒ですか？こ、は。
吉さん、私さんのお母さんじゃないんだから、それは犯罪ですよ。まあお母さんっていうか姑みたいですけどね、前から思ってたんですけど、吉さんみたいな人っておつぼねさんっていうんですよね。私よくドラマで見るおつぼねさんって見てみたかったんで嬉しいです。こういうの日本で鬼、ババって言うんですよね。あれ違った、番長と、吉も私もあっけに取られるくらいの言葉でペラペラと喋り、そして一人で爆笑する最年少妻。本当は、もっと大はしゃぎしながら、すごい。本物のおつぼねさんだ。と、女子高生のようにケラケラ笑う。すごい。Facebook に載せたい。と、スマホで撮影。この最年少妻、実は、帰国子女たすかなり可愛いたす最年少で、うちの社宅のアイドル。旦那たちや偉い人からも好かれて最強。前々からかなり嫌っていた吉は、もう顔真っ赤にして、ブルブル震えて言い返すも。若い娘さんの天然っぷりで言葉のキャッチボール成り立たない。そのうち、騒ぎを聞いて集まり出した人たちに最年少妻が、やばいんですよ。吉さんったらふさわしくないからって人の取るんですよ。それってやばいですよね。と大はしゃぎ。切れた吉が国へ帰れ。ブス。と叫んで逃走で終了。そして、それを見届けた最年少妻は、はしゃいでた笑顔を顔からすっと消して真顔になり、あの人痘おかしいから気をつけた方がいいですよ。まともに取り合って、同じ言葉で意思疎通はできませんよ、と冷静。あの無邪気な大はしゃぎは演技だった。と愕然とする私に彼女は笑って。自分は、ローラみたいな KY ゆとり色物キャラが確立しちゃったから平気だよ、んって。さらに、撮影していたのは、SNS に上げるためでなく、証拠のため。私さんが必要あれば、いつでも送る、と。確かに今までも、KY なようでいてかなり鋭い。みんなが言いたいけど言えないことを言ってくれるからスカッとさせてもらってたけど。この子頭良い子だわ、と心底感動してしまいました。この子が入ってきてから、吉ママ勢力もかなりそがれて、社宅の勢力図が崩壊してるのも納得しました。若いってすごい。